はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も、黒金商業のサクチャレをやっていきます。で、デッキの方なんですけれども、まあ、手持ちのねデッキは変えられないので、一応フレキャラだけ変えました。前回とね全く同じデッキっていうのもあれなので、フレンド枠をバレンタイン・ホムラちゃんから、せっちゃんに変えてます。で、まあ普段サクチャレをやっているときはもうずっとバレンタイン・ホムラちゃんをお借りしてたので、今回ねせっちゃんを入れて、サクチャレをやるのは初めてです。ちなみに、まあ、だからどこまで、いけるかはわからないんですけれども、まあ、とりあえずこれでやってみましょう。で、一応今のところ自分の最高得点は7000を超えたところかな、7000とちょっとっていったところだったと思います。まあ、バレンタイン・ホムラを、使ったんですけれども、ここは監督から金をもらう方向でいいかな。まあ、そうするとねやっぱり7000ちょっとが自分の限界かなと。やっぱりねサクセスなんで全てがうまくいくっていうことはねもうほぼないと思うんですよね。特に黒金に関しては金儲けもうまくいってアイテムもいいのが出て大吉が出てみたいなで試合も、経験点マックスでっていうのはねもう相当やり込まないと、てか相当運が良くないとできないと思うんですよね。で7000超えた時はね、あのね練習がね結構良かったんですよ。でここはちょっとせっちゃんを追っていきましょう。練習が結構良くて金儲けも比較的良かったんだけど、正月が小吉と、で最後のアンドロメダがね1本もホームラン打てなかったですね。それでちょっと経験点を落としちゃったんですけれども、まあでもねやっぱり全部が全部うまくいくっていうことは、まあそうそうないと思うので、まあ今のところはこんな感じかなといったところですね。これどうしようかな。せっちゃんのね評価をどんどん上げていきたいんですよね。マネちゃんとゆかり様は、まあ、金儲けとかそこら辺で上がっていくと思うので、であとマネちゃんとゆかり様は PR なんで基本的にはデートはしないですね。もうよっぽど練習がしょぼくない限りはデートはしないです。で中にはねやっぱりその上位クラスの人たち、上位クラスの人たちもあのわりかし PR マネちゃん PR ゆかり様両方入れてる人がいます。で合計点でいくと2万超えてる人とかもいるんで、まあ、別にあの SR のゆかり様 SR のマネちゃんを絶対入れなきゃその上位に食い込めないっていうことはなさそうですね。これは岩井くんの評価を上げていきましょう。でそれを考えると、今ガチャが来てるんですけれども、まあ、特攻キャラのピックアップガチャですよね。で、ピックアップ対象になっているのが、まあ、ライゴーと、新キャラの木崎と、ゆかり様とマネちゃんとこの4キャラなんですけれども、まあ、あの初回から3回の、これはねマネちゃんと授業やりましょう。まあ、ちょっとあの話が行ったり来たりしちゃうんですけど、ちょっとガチャの話をすると、まあ、初回から3回まではあの全部 SR が出てきますと。で2回目と3回目が確かピックアップキャラの SR が確定と、まあ、これだけ聞くと SR 確定でなかなかいいんですけれども、ちょっとね自分は引かないですね。まあ、なんでかっていうと、まずライゴー、まあ、筋力キャラなんですけれども、ミオちゃんを持ってるので、まあ、使いませんと。で木崎は肩キャラで、肩キャラに関しては岩井くん持ってるんで使いませんと。で、まあ、もちろんねマネちゃんとゆかり様は欲しいんですけれども、まあ、それを理由にねその石を使うかっていったところなんですよね。これどうしようかな、なんかモテモテになる欲しいけどさすがにお金がないんで、どうしようかな。これ1個買っとこうかな。90上がるんだよね、やっぱり経験点は欲しいんで。でここは、うん、マネちゃんと岩井くんの評価かな。まあだからねマネちゃんゆかり様目当てでちょっと石を使いたくないなっていうのがあります。でまあ仮に、まあ、ライゴーとか木崎が出たとしてもこの、まあ、サクチャレでもそもそも使わないし、サクチャレが終わった後なんてなおさら使わないんですよだからね今回のガチャについては見送って、まあいわゆる1周年記念ですね、1周年記念に備えてまあ石を貯めておくといったところをまあ今やってます。まあだからね今回のガチャをまあ引く
人はまあとりあえずライゴーが出ても木崎が出ても使うっていう人ですかね。でかつ彼女キャラ誰も持ってなくて、まあ、マネちゃんゆかり様が出てもいいと、まあ、とりあえず4キャラ誰が出ても使うっていう人ですね。まあ、そういった人たち、まあ、SR キャラ全然持ってないよと、まあ、最近始めたばっかりだよという人に関しては全然引いていいガチャだとは思います。あ、これは大丈夫か。金で解決するんだよね。てか金がなくなるな。そうするとやばいバイトしかできないぞこれで。バイトなんですけれども、このねパピオンとバイトっていうのがあるじゃないですか。体力消費激しいんですけれども、筋力ポイントももらえるんで、これはね、まあ、今回に限ってはわりかしいいんじゃないかと。ラグビー部、うん、完勝だ。でまあ体力は30削られるんですけれども、筋力が40もらえると。ストレスフリー、これは続けていきましょう。まあ、これもねわりかし早く完走してくれると、まあ、失敗するとパワーヒッターもらえるんでね、まあ、どっちかっていうと今回に関しては失敗してくれた方が嬉しいといえば嬉しい。でパワースナックは早い段階なんで買っておきましょう。チームメイト評価上げて、9円なんで買っておきましょうと。でジムも買っておきましょう。試合でね負けたらちょっとあれなんで。でちょっと前のあのツイッターで上げたんですけれどもあの初戦で負けましたね。あの8対6だったかな、まあ、ツイッターの方を見てもらえればあれなんですけども8対6で負けて、まあ、別にうまくいってたわけじゃないんでよかったんですけども、久々にね初戦で負けましたね。せっちゃんはもう3あるか。でそうすると評価を上げていきましょう。スカウトがいるんで、まあ、うまくいけば10ポイントもらえるかな。よし OKOK、 なかなかいいタイミングできたな。彼氏になると。あとは評価アップのアイテムが売り出してくれないと。ちょっと井戸端会議が起こった時にさすがに3人はケアできないんでね。みおちゃんが言ってるな。 OK で岩井くんの評価も上がると。でみおちゃんは筋力の練習レベルが上がる。本かななんかよくわかんないけど図鑑か。でみやびちゃんの筋トク2回目ですね。まあ、体力がね削られないっていうのがやっぱりでかいっすね。これは自分で交渉しましょう。で金儲けでちょっと体力を回復して、さていくらあったっけ今。145か。まあ、これは祝いと通していいでしょう。OKOKOK、まあまあまあ、あ少女漫画が好き。これねあの真ん中にすると確か体力回復するんですよね。うん、ただせっちゃんはなデートもこなしておきたいからね。ポイントをもらっておきますか。あんまり回復しすぎると黒金はねデートがめちゃくちゃ圧迫されるんで。あ、壺剣法もこれは経験点を取りに行きましょう。で1回練習ができてその後デートがいいかな。コツも来てるしね。かわいいぬいぐるみ、かわいい指輪、これ両方買っておこう。どれが何ポイントくらい増えるっていうのをあんまり把握してないんだよな。あ、今回それなりにポイントが来てるね。ちょっと安物だけ先に買っちゃおう。これ確か安物の方が経験点効率的にはいいはずなんで。コツ、んー、どっちかな。直撮りするかどうするか。経験点を狙って直撮りするか。271の筋力があればさすがにパワー比は取れるはず。188か、取ろう。確実に経験点を狙いに行くと。
で、わりかし体力が減ってるので、次はもうせっちゃんとデートをしていきましょう。株とかもねすごいよね、高校生でやってんのかっていう。あ、文化祭文化祭、もうこれも練習試合で経験点を狙いに行きましょう。頼むぞおめえらかよこれ結構成功確率低くないですか。わりかし低いと思うんだよねこれね。みやびちゃんほんとタックの経験点がないいからな、やってはおきたいんだけどな。ドリンクがどんな感じだったっけ。ドリンクは持ってはないのか、しょうがない、もうこれはデートしましょう。で4周目でデートじゃなくて練習をして、1周目で回復してみたいな。商売繁盛、そう PR だとね、まあ、ここら辺のイベントもちょいちょい出てくるんで、イベント回数的にはね圧迫されるんですよね。これ嫁に来ないかで、なんかうまくいけばモテモテになるんですけどやったことないんだよな。誘ってみようか。おお、モテモテになったみやびちゃんかどうかな。これは購買部ちょっと一回覗いて、なんかあったっけ、特になんもないか。でまた100円貯まってないから、これあれだな、バイトしか出ないな、ちょっと金儲け関係があれかな。みやびちゃんはまず意外性でしょ、さよなら男でしょ、あと逆境か、きつ、精神がきついな、やっぱり直撮りしてるから。意外性って確かなんかでコツもらえたよね。まあいいや、とにかく経験点。少しでもね経験点を伸ばしていきたいんで。岩井くんのタッグが来てくれれば壺をくれるんでね。でこれも金をもらいに行きましょう。まあ、練習優先っていうのもね、経験点だけ考えるとあれですけど、やっぱり黒金はね金が大事なんで。打撃精神か、まあいいや、この2つは。守備とかがね下がると若干きつくなるんですけど、これはもうパピオンとバイトをしましょう。パピオンとバイトをしてポイントを稼ぐと。乾杯かー、10円しか手に入んないんだ。でマネちゃんの告白もな、結局2回必要なんだよね。まあ1回でうまくいく時があるけど、これはもうせっちゃんがいるからこっちでいいかな。別にクリスマスは急いでないんで。で購買部で職人枕か、職人枕もな、なんか欲しいけどな。ラッキーボーイ、ラッキーボーイを買ってコツを潰すっていうのもありといえばありだけど、やっぱり経験点を直に取ってこう。で買えないよね、もうこれ使っとう。でここはデートしかないよな。デートして3周で練習して、まあ、そこまで体力を減らすことはできないけど、クリスマスを迎えると。まあ、せっちゃんがねどうしても経験点系のキャラじゃないんで、体力回復系なんでね、黒金にはちょっと合わないのかな。まあ、この体力回復も無駄になっちゃいましたけど。でタック肩、あこれはちょっと岩井くんだな、もう。てかマネちゃんわりかし評価来てるね。おしおしおし、古びたツボ。ゆかり様が全然上がってないのか、まあ別にいいんだけど。ちなみにみやびちゃんのこの金徳って何に依存してるんだ。もうその何に依存してるとかって俺全然調べてないんで。負けた。これそんなにね何にも上げてなくてもわりかし成功するんですけどね。うわー、もう全然全然もったいないな、体力が。
で、お、いいね、いいね、いいね。購買部ってなんかある？いやー、ちょっとお金は取っときたいからな。まあ、50超えるからね。ときめきラブレターで、これも経験点を取りに行きましょう。おー、いいね、めっちゃ入るわ。いくつ入った？72か。これ PSR とか借りれればまたさらに伸びるね。これでホムラちゃんをね、自前で、お、大吉だ、やった、用意できればかなりいいんだろうけど、まあ、そこまでさすがにちょっと贅沢はできないですね、自分のあれは。どうすっかなこれゆかり様とバイトしとくか。評価上げつつ、まあ、体力は削られないと。よし、50円、手堅く稼いでいきましょう。あとここで何が買えるか。これね、失敗するとね、やる気が下がるのがねちょっと嫌なんですよね。よしよしよし。で、岩井くんの金徳ですね、これもまあ進めていきましょう。普通に、まあ、基本的には、まあ、イベント消化率はそこまで悪くないと思うので全部続けていきます。ハイパー歯ブラシか。まあマネちゃんがな、ちょっと評価高ければハイパー歯ブラシを買ってもいいんだけど、パワースナックってどうだっけ。7円だからちょっと念のため使っておこう調べろよっていう感じもありますけど、極意書だけ買うか。あとはいいかな。で、あ、これはもうタックが来てるのでタックとコツですね。で、岩井くんなんで、意外性は取った。あとはラッキー系だよね。ラッキー系、ラッキーボーイとラッキーセブン、 OK で肩と。で、技術がね、だいたい余ってくるんですよね。監督、よし、ありがとうございます。10円でも助かる、本当に。あ、告白の2回目が来ました。これせっちゃんの方が評価高いよね。これマネちゃんが来る可能性もなんか出てきたな。これ上がるんだっけ。16も上がるのか。コツか筋力かって言ったらコツだな。体力も減らないし、みやびちゃんも全部大丈夫だよな。でゆかり様、これもね、下にすると1回でイベントが終わっちゃうんですけど、上で続けていきますか。まあ、経験点はねやっぱりわりかしくれるんで、よし行くぜ。もう取っちゃったけどね。あ、これは成功だ。会話の内容でなんかわかるんですね主人公が引くとパワヒなんですけど、ミオちゃんもねわりかし成功するんですよね。別にパワーとか上げなくても。でゆかり様の2回目。これはね、いぶし銀のねコツがつかめて、ホムラちゃん入れてるとね助かるんですよ。いぶし銀ってやっぱわりかし重いんで、ここでねコツが取れてよかったねっていう話になるんですけど、どうしようかな。いくら300円か。これ最悪0円になるからね、ゆかり様の投資は。まあマネちゃんとバイトするのが手堅い感じにはなるんですけど、まあ一回投資してみますか。うわあ、ここは金、もうさっき吸っちゃったんで、
もう一回もう一回、よし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 。いやーちょっと取り戻したぞ。なんとか全勝できたぞって、こいつマジ強いよな。あーマネちゃんだー。これちょっとマネちゃんってどういうバレンタインだったっけ。あー太陽出た、虫歯買っとけばよかった、歯ブラシ的なやつ。まあ、新竜石を買うでしょ。とりあえずあストライク送球がある。どうするどうするどうする、これは通うしかないよな、さすがに通うしかないよな。ちょうど練習も何にもないんで、ツイン、この念のためのね歯ブラシと念のためのなんだっけサボり癖が治るやつ、まあ、どうするかっていうところですよね。ういーにしよう、ういーで、犬と、まあ、ただホムラちゃんがいないんでチャンスもねそんなにコツをつかめないんですよね。で岩井くんの金徳の2回目と、体力がわりかし余っちゃってるねやっぱり。おっとっと、これはどうしようかな。一応なんとなく練習を見て、やる気くんたちがね重なってると、特にタッグがなくても練習レベルが高ければね40ポイントとか手に入ったりするんですけど、まあ、そんな感じではないんで、もったいないけどデートを進めましょう。あとは間違えないようにと。これは別に普通に兵何でいいでしょう。経験点をくれないっていうのがまああれだけど、通常だったらな、これあの一番下にしてるんですけど、わりかしちょっともう遅めですよね。岩井が間違っているってなるとどうなのこれ経験点的なものがいいんだけど、まあ、ちょっと評価下がってもいいかな。1313体当たりか。筋力、肩で骨。岩井くん1人だと30の40、まあ体力を減らさずにっていうのもこちらな。こういうのでねもう全然最近体力が減ってないんで、やっぱりねデートが詰まるんですよね。その成功失敗があるんでいまいちわからんラッキーボーイだし。さてさてさて、ここはじゃあマネちゃんでいきますか。アイテムももらえる可能性がいいね。人心掌握のお守りとかで、例によってここは覗いておきましょう。あ、古びた壺がある。これはもう即売って、精神系か、まあ、精神系は結構使ってるんで助かるなと。あとはもう一応アロマオイルかな。ときめきラブレターがあるんで、あこれ使ってなかったか、まあ別にいいんだけど、よく忘れるからな俺は。でコツはどこだ、ここか。岩井くんも大丈夫だよね。このメンツだとわりかしコツが潰しやすいか。ホムラちゃんはねちょっとねコツがね多いんで、そこが大変なんですよね。なんかいいの売ってるかな。あ、スポーツジムチケットが売ってる。万能スケジュール帳どうしようかな。まあ、ちょっとスポーツジムチケットにしておきますか。売れるのってなんかあったっけ。人心掌握のお守り、これ持っとこうなんとなく持っとこう。これって使うんだっけ。世渡り上手、
よし。で、いい練習はなさそうだけど、監督から金をもらうかどうするか。デートが次が4回目か。3月だしな、ちょっとデートが詰まりすぎても嫌だから、こなせるときにこなしておきましょう。やっぱり早め早めに動くっていうのは重要ですからね、まあ、ここは結構精神ポイントがもらえるんで、まあいいですね。72で壺拳法もやりましょう。でコツですね、岩井くんと技術がこれはもう800を超えるな。金に余裕があるといえばあるけど、どうしようかな。桂マネー使っちゃう。よしよしよし、これでまた体力が全開になって、ここは岩井と事業400まで最高いくか。ちょっと岩井と事業でいこう。うんうんうん、まあ100円のプラスか。あー特に練習がないね。これはどうする。会員権って今さら来たけど、いいや買っとこう。これでよし。っけ、かわいいネックレスとかどうする、使っとこうか。ゆかり様の評価って全然足りんわ。うん、これはもうデートですね。あ、そうか、これになるのか。精神的支柱とか俺手に入れたことねえな。といえばライゴー君とか使ってないからね。ムード丸とか悲しすぎる。ムード丸ってめちゃ悲しいんだけど。ムード丸かーみたいな。ちょっと練習はここ最近しょぼいな。ゆかり様の評価を上げつつちょっとデートをするか。ムード丸か。デートを完走してムード丸って結構来るな、これ。で肩、お、いいね。ここちょっとあれ使いましょう、ときめきラブレター。あ、スポーツジムチケットももう4月が過ぎてるんで、使ってときめきラブレター。たとえ偽りの愛だとしても消費する体力は減少し練習の効果は増大するのだって。さ、これさ、みやびちゃんからもらったラブレターだよ。偽りの愛なんだ。悲しいな、みやびちゃん。70も手に入ったし。やる気が下がった。あ、そうか、これ金儲けを挟むのか。ちょっとラブパワーの継続がちょっともったいないっすね。まあでもしょうがないっちゃしょうがないんで、あれなんで、スタメンの落札があるんでここは手堅くいきましょう。きたー、モテモテではない。あ、そうか、俺モテモテだった、忘れてた。これかわいい指輪でいくつ上がる。あ、もう指輪があれば十分だね。ぬいぐるみはなんとなく取っとこうか。で、やる気上げて、やる気上げたのはいいけど練習があれだな。これでも悪くないかな。岩井くんとみおちゃん、あー、スカウトさんもいるのか。ここに30、ここはちょっと練習をしておきますか。せっかくのラブパワー継続中なんで。スカウト評価11、すごいね。よし、これで10ポイントプラスしてくれれば40ポイント手に入ったということで。
で、まあ、落札に関しては、まあ、最初50でそこから釣り上げていくっていうのが、まあ、多分一番効率がいいみたいなんですけど、ちょっとめんどくさいんで、もう100で一気に、うん、でここからはちょっと10円ずつ上げていきましょう。よし OK 140ラブパーツ切れたか。でここで、またアロマオイルを使いましょう。でアイテム的な問題でパワージューサー使っとこう。ここでまたモテモテになれるね。いやそれには使わないけど、そうするとな、守備練習図鑑っていうのもみやびちゃんが来た時に悪くないからな、買っとこう。少しでも経験点が手に入るように。でコツか57か、まあ、そうするとやっぱりこっちだな。打撃のな練習レベルが低いっていうのがちょっともったいないけど、ここでねタックコツが来てくれると一気に伸びるんだけど、ちょっと待ってちょっと待って、さすがに1回上げとこう。ねミートはねやっぱり C は欲しいんだよね。これ B まで持ってこう。だとパワー、パワーは C だと敏捷も溢れてるので敏捷を上げつつ、まあ、こんなもんか。でパワーヒッターはもう直撮りしたから大丈夫でしょ。でここは、まあ、チームメイト評価を上げてもしょうがないんで、ゆかり様の意見を尊重して10ポイントもらいましょうと。さあこれはどうしようかね。マネちゃんに一発託しますか。おお、これどうしようかな。行こっかな。興味ないにして体力を回復させるっていうのもまあありですからね。やっぱちょっと上はね一発博打的な要素があるんで、こっからやる気が下がるか何かで、いやあれが来る可能性があるな、サボり癖系のやつが。一応買っとこう。ときめきラブレターもあるな、ちょっとときめきラブレター買っとこう。でここはもうここで買って練習すればもう一個も買えるように。あ、これときめきラブレター使おう。21、27、12だっけ。それがおお、あそうか、21、27か。それが27、33、15。いいね、ラブパワーさすがだ。てか技術がマジで余ってる。おお、その次は反動でないな。これはでも一応32は手に入るからね。どうしようかな、ラブパワー中だしね。ゆかり様とデートをするっていうのもまあありっちゃありだったけど、筋力レベルも上がったしよしとしますか。でコツが来てるので、メンタルにして回復しつつ、うん、待って待って待って、23、32。ただこっちは回復ができる、もう金儲けはできないから、悩みどころではあるな。パワージュースか。でここはちょっとこれを買っておきましょう。あとなんかある？万能スケジュール帳一応買っとこう。これサボり癖になったら嫌だしな。ここに来て回復させておこうかな。で7月の1週なんで、このやる気をどうしようかな。購買部のアイテムを使ってあげるべきか。あ、ミート A にできんだこれ。
で、足もわりかし早めにできるな。なるべくやっぱり上位打線に回ってきた方がいいんで、チャンスは1個上げとこう。でアーチストはさすがにちょっと取れないでしょ。で初級はあると便利だから取っておくでしょ。ムード取っとこう。全員のあれを上げられるんで、イブシギンはいいかな、取らなくて。ここをどうするかだね。うん、人は揃ってるけどそんなに経験点は伸びないか。ゆかり様にしておくか。そうするとゆかり様のデートでやる気が上がったかな。やる気に関してはちょっとよくわかんないんだよね。せっちゃんはね、わりかしやる気が上がるんだけど。お、上がった。でまあ34ポイント手に入ったんで悪くはないでしょう。さて、一回負けた記憶があるけど、今日はそうはいかないぜ。スポーツジムチケット何個、2つ使ったかな。あー上を叩いてしまったか。振り遅れてんな。この前のガウマか。いやこの前もさ、一応全打席ホームラン打ったんだけどさ、負けちゃったんだよね、悲しいことに。うわっ、届かなかった。広角打法がない。あれ、ちょっと待って待って待って、もう一本欲しいよ。そうするとギリギリだな。うん、41ポイントだね。さてこっからどんだけ伸ばせるかなんだけど、どんだけ伸ばせるかなんだけど、微妙だな。これは普通にゆかり様とデートをするか。みすぼらしいとかひどすぎだろ、もう本当に。金持ちが、金持ちのボンボンが、これはもうぶち切れていいでしょう。35。うん、いいね。経験点20入ったんだ。これどっちかな。足りないのはね、筋力なんだけどね。38の52か。こっちでいいかな。筋力欲しいしね。最後どうしようかな。練習によってはゆかり様のデートをして経験点を稼ぎに行きますか。これビートエースにできるけど、パワーね、 B 欲しいんだよね。 B 欲しいのと広角打法がやっぱちょっと欲しい。でローボールヒッターも本当は欲しいけど足りない。最低でもやっぱりパワー C ないとね、ホームランがきついんですよね、自分の腕だと。できれば B 欲しいっていう。投げました。打ちました。これはいい当たり。入る。黒金リードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という。打ったこれはいい。とりあえず2本。ホームラン2本っていうのがね、やっぱ最低ラインですよね。5回です。今日2打席連続でホームランを放っている宮村。第2球。アンダが1個っていう。打ちました。三遊間へのゴロ、破った。黒金レイドで迎える7回です。今日2本のホームランを放っている宮村。これはボールでしょ。シュートは外れてボール。投げました。とにかくラッキーボーイとかさ、2ボールノーストライク。どういう効果をよくわかんないんだけど。投げました。打った。強い当たり。おいマジかよちょっと待って待って、マジで待って。これワンアウトランナー一塁二塁といえば、もう何なんだよ逆転サヨナラスリーランホームラン。宮村これでサヨナラ男だからね俺は。いやこれはマジで黒金優勝決め
誰だよ最後マジ撃たれたやつ戦犯者でもよくねルイに2人いてくれたよ本当に。もうこれは本当にびっくりだわ。コツが来てるね。ただこれコツが来てるから普通に経験点もらった方がでかいよね。まあ、筋力だし。特にコツがなければまあデートしちゃってもよかったけど。いやーホームラン打ててよかったな本当にさ。可愛いぬいぐるみとか使っちゃうよもう。まあ、ただねここら辺で負ける可能性もあるからね。うーんどうしようかな。技術やっぱめっちゃ余ってんね。でローボールヒッターとかねちょっと取っておきますか。コツを手に入れてあるって相変わらずパワーが B にならないな。であとまあいろいろとねまあ最近特殊能力が増えてるんですけどこの打球伸びって半端ないっすよね。丸だからさ20丸にしないといけないっていう。でこれの確か上位がいわゆるローリング打法っすよね。でもうお知らせで暁大付属が配信決定になるっていうのは来てるんですけど俺アプリとかだからもう途中でやめちゃったんで暁大付属も全くやったことないんですよ。で暁大付属ってその10決がいるじゃないですか。暁大10決っていうのはそれがどういう性能をしているのかっていうのもあんまり分かんないんですよね。これはまあ1点手に入ったからいいか。リードで迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で宮村投げました。まあ、10決っていうくらいなんでその数字がついてるんですけど、まあ、10人いて、まあ、怒り守るはね全然あの数字キャラではないんですけど、一ノ瀬、二宮、三本松、四条で五十嵐、六本木、七って誰だっけ、七位か、七位はレフト、八がなんか八島みたいなやつで9がつくもですね。で俺もその暁大付属があった時のパワープロのサクセスはやってたんで、まあ、なんとなくねそのみんながどういう人かっていうのはうる覚えではあるんですけど、ちょっと待って、人かよ。でつくもはもうすでに出てるんであれですけれども、まあ、誰が強いんだろうねっていうのがちょっと分かんないですね。まあ、暁碇守はね普通に強いみたいなんですけど、誰が当たりキャラなのかなっていうところっすね。でまあパッと見で調べたところは、まあ、7位アレフトが確かパワーヒッター広角打法逆境だったっけな。まあわりかしいいコツを持っていると。でただ固有持ちではないみたいっすね。で三本松が固有持ちなのかな。だからその三本松の固有を7位アレフトに回せみたいなそんな感じで書かれてたような気がしました。経験点次第では B にはできないかな。まあ、ちょっと置いておきますか。で五十嵐は確かイベキャラにはなってなかったのかな10決の中では。お待たせ。まあ、暁大付属も楽しみですね。自分は全然やったことないんですもん。よしよしよし、リードをしてくれるのは助かる。最低勝利。もう強気で攻めてきます。投球これから2球目打ちました。痛烈。オッケーオッケー。もう1本北斗もね何気に打ちやすいっていうのが助かりますよね。フォークにだけ気をつけてればあとなんとかなるんで、なんとかなるっていうのもあれですけど、ツーシームを持ってるんで若干下目に
意識をしつつ打つっていう感じですかね。投げました。フォークだなこれ。ファールボール。投げました。おっと危ないね。ちょっと自分の中では遅れたけど。北斗。変わったか。リードで迎える7回。444。今日2打席連続でホームランを放っている宮村。危ない球。第2球。緩急を持ってんのか。投げた。見送ってボール。カウンター2ボール。第3球を。投げた。よし、OK。で問題になってくるのがね、アンドロメダ大西なんですよね。ほんと苦手あいつは。特にねストレート狙うんすけど、やっぱ街道持ちなんで早いんすよね。うわ最後の練習がマジですか。これはどうしようかな。練習レベルの高いやつがいいのか。 3% はさすがに怪我しないと思うんだけど。だ誰もいなくね。岩井くんがいるだけだ。なんかあったっけ。アロマギフト使おう。万能助重調も使おう。こういう意味ないことするのもわりかし好きなんで。28 26 3%。よし、でもこれでパワー B にできるんじゃないか。本当アンドロメダ大西とか化け物ですよね、能力が。ちょっとここは打てるキャラを目指して男とで、S にはできないか、まあ、S っていうか100にはできないか。肩とか、肩は無理か。守備上げとく。ちょ待って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 、そんな無駄遣いするんだったら特能を取ってこう。チャンス。あ対左とかもね、大西は左なんで。アベレージヒッターとかもさすがにいんないからな。タイヤアンダー取っとく。粘ろう。でバントは使わない。ヘッスラもまあ足速いからいらないでしょ。高速チャージも別に趣味だからいいし、ゲッツー崩しも関係ないと。盗塁アシストとか、つけとく。なんとなく。よしこれでいこう。ストレートをね投げてきたときにうまくカーソルがねはまってればいいんですけど、全力ストレートってわりかしずれるじゃないですか。しまった。まあいいや。うおっ、めっちゃ点取られてんな。先頭バッターは宮村、投げた。これはもうさすがにボールでしょ。第2球投げた。しまった。サードから一塁送球。黒金、この勝ちはないな。これトップバッターは宮村。ちょっと待って、このフォークは無理。ホームランがねやっぱり、ね、いけないんだよな。投げました。入ってくるか。打ちました。いい当たり。ちょっと遅れた。になった。あと1回攻めて、あと1回回ってきて。よし、黒金この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは宮村。今日はここまで3打数2安打。第2球。おい、完全に外れた。カウントは2ボールノーストライクです。このコントロールの悪さ、まったく。あと1回待ってこないかな。よし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 、嵐丸になってる。ワンアウトランナー1塁という場面、宮村スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。いやそんなスリーベースヒットとか別にいいから、サイクルヒットとか。第3球を投げました。どうか。ちょっと遅かったか。第4球は球速が、ほら打ちました。ダメだ。取りました。ボールは中継。追いつけ。無理か。まあホームラン1本のヒットが2本、まあ65。まあただ最後の甲子園勝利の経験点が入らないからな。1ポイントって。これ大丈夫だよね。なんか変なアイテム手に入れたからな。で要はバレンタイン穂村ちゃんからせっちゃんに変わったことで、どうなんだろうね。バレンタイン穂村ちゃんじゃないってことはどうしてもタックの数が減るんで、それをどこまで補えるかっすよね。バレンタイン穂村ちゃんもエピローグ経験点結構でかいっすからね。50ちょい手に入るんで、
それをどこまで持ち直せるか。プラグを借りてるんで、まあ、96かめっちゃ入るな。さあ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 6700か、まあ、7000はやっぱりなかなか超えないね。大吉は出たけど、もう能力アップとか正直どうでもいいから適当に上げていこう。敏捷とかめちゃくちゃ余ってんなあー、まあ、筋力はわりかし余るからね。はいはい、アベレージヒッター、守備職人、エース、精神がめちゃくちゃ余ってんな。気分屋は俺あんまり好きじゃないからな、まあ、使わないからどうでもいいんだけど。 S1 か真っ青だな。で、OK と。で、一応最後の画面には行きましょう。この画面ですね、この画面。今ね、その全部のトータルスコアが1万9000なんですよ。できればね、この現在のハイスコアっていうところが2万行きたいんですよね。まあ、なんとなくだけど。で、今回はそもそも経験点が不足してるんで。更新はできないんですけど、あ、今985か、これ1000漏れるぞ、これ多分2万いかないと。2万が繊維のボーダーとかになりそうですね。ちなみに、ま、今日多分このまま、金曜の夜なんですけど、金曜の夜でアップできると思うんで時間は遅くなっちゃうけど、一応金曜日の夜の段階で19,000の985ってことは、まあ土日でもうちょっと伸びるはずなんで2万欲しいですね、1000に入るってことは。でそう考えると、まあ、自分の、ボーナスパーセンテージを考えると総経験点が、まあ、7100とかかな、7100、7200かくらいはちょっといかないと厳しいかなというところですね。というような感じで、黒金商業のサクチャレ、2回目をやってみました。まあ、せっちゃんよりはやっぱりバレンタイン穂村ちゃんの方がいいかなというのが、自分のデッキでは、思った感想ですね。というところで今回はこれで終了したいと思います。じゃあサクチャレ頑張る方はちょっと土日挟みますので、まあ、頑張ってください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。